どうもおはようからこんばんは、若殿です。信長の野望創造パワーアップキット版夜叉編、さあ続きをやっていきましょう。現在我が軍ですけれども、外交で最上家の信用を80まで持ってきました。なのでまあこのまま同盟を続けるよりは、せっかく贈り物でこう信頼にしているので、工作は続けたままで援軍要請でまあどこかを攻めてもらって、それでなんとか勢力を広げていこうと思うんですよ。考えているのは小野寺か安藤ですね。小野寺はここ耐久力をね180まで減らされたままほったらかしにしてるんですよね。でここを攻めると援軍の安藤家が来るんですよ。それはそれで面倒いなって思うので、でせっかくこれだけの勢力で援軍要請するなら、いっそ安藤攻めに移ろうかなとも思うんですよ。まあ、ただ心配なのは南ですね。この大崎葛西が攻めてこないかですね。そこが心配なので、とりあえずこの花巻城には兵を残しつつ、残りの部隊で北上していこうかなと思います。多分ねこの檜山城を落とすまではいかないとは思うんですよ。ですがね、ここを落としておけば逆にこう安藤家の援軍がここで防げるわけですから、その状態でこの小野寺を落とす、で外交を信用させてさせた状態の最上とは同盟を組むっていうやり方でいこうと思うんですよ。なのでまずは援軍要請で最上で、ここ港城ですね。さてこれで停戦ですね。9ヶ月、結構長いですね。あとは南部家、まあこれは絶対に攻めてくると思うんですよ。さすがにもう何度かな5回6回ぐらい戦ってますもんね。で攻めてくるんですけれども、彼らとは朝廷の信用を使って停戦に持ち込みます。その間にこの安藤家を追い詰めようと思います。さてでは我が軍は早速出ていきましょう。いや南がほんと怖いですね。よし、最上は動いてくれましたね。とはいえ最上は最上でね、この上杉に背後を狙われているような感じなので、それはそれで心配なんですよね。敵が我が領内に向かっておりますほら来た、もうそれは分かってるんだよ。そこはまだまだ計算のうちですよ。敵が我が領内に向かっております。いやいやもうもうどういいよいいよ、もう来い来いご命令ください。これが先月の収支ですね。さてまあここからはどう敵が動くかですよね。それによっては我が軍の進軍も変わってきますね。素直にここを攻めれば多分ここの部隊が引き返すんですよ。なのでしばらくはちょっとこう最上さんにお願いして、あとで我が軍が攻めましょうか。南部はいいよもうどうせ外交使うからね。さてじゃあ内政パートは早速ですけどもカットしていきます。さてでは安藤攻めいきましょう。我が領内に敵が迫っております。もしかしてあれかな、最上援軍要請で一応我々の援軍要請はまあ受けるんですけれども、出陣します。同時にここの小野寺を攻めるとか、まあそれはないか。続け。まあ我が軍はもうじゃあ安藤攻めに移りましょうか。ちなみにここは耐久1000か。お、角の伊達城の戦国伝ですかね、達成しました。おお、お姉貴。
次の戦国伝は何でしょう。お前女なのに本国を狙いましょうぞとか、お前男勝りか銀千代か。さあ領土拡大です。本城を一つ攻略する。了解した。さてまあ南部はまあ攻めてきていますが、こちらは朝廷の信用を使うのでまあいいんですよね。敵が我が城内に向かっております。すごい数ですね。本当城が取り囲まれました。いやー臆するな。大丈夫だ、和解するから。さてこれで南部とは停戦6ヶ月ですね。出陣します。しかしこの感じだと最上あれですね、ここら辺攻めそうですよね。表情を始めましょう。報告しますね。せっかくですからね、皇族部隊も出していきましょう。我が戦お見せしましょう。心配なのは最上に本城を取られることですね。できれば最上城ですかね。取られたくないですね。最上城じゃねえや檜山城だ。これが我が魂、我が覚悟。さあみんなで倒していくぞ。なかなかしぶといな。やはりそう来るよな。最上さん頭いいな。まあただただ援軍要請されただけじゃないぞってことか。とりあえず減っている部隊は下がらせてもいいんですけれどもね、包囲に入っているならもうそのまま使いましょう。おっと下がりましたね。敵を追い詰めろ。そうですね、ここの部隊で迎撃しましょうか。まました我に続け加勢いたす。ご命令ください。報告しますね。報告しますね。やっぱりここはそうなるんだよな。漁夫の領を狙えるならそれもいいんですけれどもね。ですがここの部隊は動かせないんですよ。というのも南が心配ですからです。とりあえず前線の強化はしておいて、あとはどうしようかな。そろそろ建築もしていきたいところですけれどもね。相手は花輪さんか。なかなか名将だな。我らに撃てぬ敵はありません。よし、じゃあ一旦彼は下がらせましょう。よし、落ちたぞ。敵将捕獲したぞ。最上グッジョブ。あとはここの舞台だな。さすがに勝てるとは思えないんですけれどもね。耐久だって3700ありますからね。戻れ。騎乗する。
まあここら辺の舞台はそうですね、小野寺攻めでも行きましょうか。一旦角の伊達城に下がらせて、角の伊達城の舞台で攻めましょうか。最上義明はどうする？舞台は3500だぞ。下がったか。ですがね、これで結構安藤家コテンパンにされてるんじゃないんですか。どうしようかな、ここを狙う。いや危ないな。でも一旦置いておこう。まずは港城を落としたから、次は下の小野寺ですね。早く戻らないとね、結構東も心配ですからね。よし、じゃあ行きましょう。おっと、米がないのか、米がないのか、君らは。どうしようかな。じゃあ一旦次の月まで待ちましょう。おっと、何ですか。おお、来たか、ついに、ついに本能寺の変ですか。よーし、いいぞいいぞ。いやー、順調に本能寺の変が起こってくれましたね。信長そんな格好でいたの。是非に及ばず、しょうがねえなってことですね。さて、これで金器が乱れましたね。あ、山田さん、山田さんどうも。あんた今回も出るの。いや、光秀を謀反したのはいいんだが、味方がいないですよ。表情を始めましょう。これが先月の収支ですね。ああ、こういった感じになるんですね。なかなか明智家を結構大きいですね。しかもね、しれっと武田勝頼健在なんですよね。武田家健在のまま本能寺の変が起こりましたが、さてでは我が軍どうしようか。あ、そうそう、まずは配属ですね。まあこの辺はやっておくので、まあカットしていきましょう。さてでは兵糧がなんとか補充できたので、小野寺攻めに行きましょうか。とは言いつつも、なかなか武将がね、そんなに大したことないんですよね。出陣するぞ。果たしてこれだけの舞台で倒すことができるのか心配ですけれども、耐久は相変わらず180か。我が戦お見せしましょう。つまりこの舞台さえ倒せばいいということですね。残り4ヶ月か、同盟は。かかれ。よーし。お、浮田直家が死亡か。ほほほ。
いや、前回よりかはね、時代が随分進んでいるので、報告しますね。いろんな武将がいますね。さて、どうしようか。この花巻城はね、どんどん強化していってるんですよね。そろそろ朝廷工作も進めないといけないですね。ですが次の月は収穫ですからね。それでなんとか我が軍もまだまだ戦えるようにはなるでしょう。もうお金と米がないですからね。逃げ道は与えぬ。よし、包囲に移った。あ、いいな、いいな、南部め。くそ、我々は通常通りの収穫だっか。おお、アシナ森氏も死んだか。お、アシナ、アシナじゃないんですね。へえ、面白いな。表情を始めましょう。報告しますね。まあ、名字は違えど一文集かもしれないですしね。さて、お金も入りましたよ。そろそろ朝廷工作も進めましょう。芝さん、お願いしますよ。何かあった時にまた守ってもらいますからね。いやー、いいなー、ほんと労力が増えてるんでね、やることがいっぱいあっていいな。最初2位でしたもんね。さて、そろそろ最上とは同盟を組んでおきましょう。こんなもんかな。よーし、スタート。そろそろね、兵糧が補充されたから、ここの安藤や、南部も動くかなとは思うんですよね。まずはここの横手城、落としてから考えましょう。いやー、横手城といえば、横手焼きそばですか？いやー、食べたいですね。ってやめろよ、まだ。これ撮ってるのは昼なんですけれども、私昼飯食ってないんだよまだ。早く食わせろよ。もう昼飯食ってないままね、いろいろこれ撮ってて、もう3時来てますからね。おやつの時間帯ですよ。我らに勝てると思っているのか。よしよし、いいね、空気を読んでくれたね。敵将を捕獲した。いや、君らは兵糧補充したけどね、私は兵糧補充できてないんだよ。まあ今回のパートはこんなもんですかね。南部家のまあ力をまあ削いで、かつ小野寺も取りました。いやー、これで城は6つです。順調順調。あとはこの安藤にとどめを刺すか、それとも南部か、てかどっちも同盟組んでるんですね。これは厄介ですね。まあどうなるかは今後次第ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。若殿でした。